道人身事故ニュース速報です。2021年4月9日22時39分ごろ、総武線の市川駅で人身事故が発生しました。現在運転の見合わせや遅れが発生しています。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。